私のチャンネルをご覧の皆様、この踏切を覚えてますでしょうか。ちょうど1年ほど前に発見した、新しく模様とかわからなかった中津駅高架下の踏切です。どうやら北梅田駅の工事のために新設された踏切だったようです。現在は使用停止中となっていますが、その踏切を列車が通るようになっていました。従来特急列車などが通るルートはこの操車場跡地の一番西側となっていましたが、この高架下の部分だけ線路が東側に移設されていました。さらに、単線と複線の切り替え部分も、この踏切のすぐ手前に設けられ、複線区間が少し南側まで伸びたようです。現場を上から眺めてみましょう。工事事務所らしきものが線路東側すぐのところに見られ、この事務所から何らかの理由で、線路の西側へ道路を通すための踏切を準備したものと考えられます。駅の近所の看板によると、北梅田新駅から新大阪駅への線路は、この辺りで交差した後、移設された現在線の西側で、トンネルが終わり、地上へ出てきて合流する計画だそうです。踏切は、このトンネル出口付近と工事事務所をアクセスするためのものではないかと、推察されます。この区間を通る遥か号や黒潮号が見られなくなってしまいますね。